島で待ち構えていた敵を追い詰めようとしたミスタはトラックの屋根に乗って敵と戦っていた。敵はミスタの弾丸を固定させて体内に入る前に止めているので弾丸が到達することはなかった。ミスタは敵の口の中を狙って撃ったがやっぱり痛っやっぱり狙ってきたな口の中をよ普通なら考えるよな。体の中なら固定の能力は使えねえってな。防御すんの面倒だからこっちから口開いてやったんだぜ。ちくしょう、すげえ痛えけどよ。バカな、口の中でさえ固定して弾丸ガードできんのか。だがどうやら残り一発ってのは本当だったらしいな。次の弾丸って来ねえもんな。残りがあるなら何発も撃つもんな。やることはおしまいかミスター。やることがもうないんならこっちの発射パワーは十分たまったぜミスター。俺の勝ちだ。くらえ、解除だ。解除したぞ。やっぱりこいつ油断したぜ。残りの弾がないと知って油断したぜ。こいつに近づきたかったんだよな。近づけばあそこを狙うのが正確になるからよ。な、何？こいつら、俺の指にいつの間に集まってたんだ。しまった、距離が近すぎる。行くぜ野郎ども。狙え、クラフトワーク、防御しろ。何？弾丸を真っ二つに。あと一発ぐらい命中したって構わないが、こいつら近づいてまさかあれを狙ってんじゃねえだろうな。あれはやばい。まさか、うわあ、あれを狙ってんのか。同じ傷口を狙ったんだぜ。傷口のとこで止まってる銃弾にもう一発ぶち込んでやれば、固定して止めたとしても一発分頭の奥に食い込んでいくよな。とはいえそれでも不死身っつんならしゃあねえが。ミスタは物質を固定させる能力を持つ敵をなんとか倒すことに成功し、ブチャラティはここカプリ島に隠してあったポルポの隠し財産を無事入手できた。